ははい、えー、皆さんこんこにちはフィナンシャリサーチの和田です、えー、ただいま11月6日の月曜日ですね午後の1時55分ぐらいになりますけれども SBIFX ニュース始めていきたいと思います、まあ、先週末はですね東京税が休場という形になりましてに東京市場は3連休という扱いとなったんですけれども週末、ですね非常に重要な経済指標出ていますアメリカの雇用統計ですねこちらが発表となりました。 こちら雇用統計、ですね全般的に非常に弱い数字という形になりまして、その後に出ました ISM の数字も非常に弱かったというところで、一気にアメリカの金利が急激な低下となります。ドルが全面的に売られるという形となりました。まあ、ただ、奴隷に関しましては、ですねこの先週末、先週ですね買い、買い戻しが入っていた分をまた戻り売りが押さ,押されてしまって、結局は1週間通しますと言ってこのような形に終わったという形です。まあ、ただユーロドルに関 ししましては一気に一目の雲の中に入り込むなどですねチャート上を上抜けてくるというような展開となりましたそして週明けの今日の東京市場ですけれども今日はやはり連休明けということもありまして実需の回ですね目立つ中で若干やはり底堅い展開が続いているという形です、まあ、そこら辺もう一度ですね詳しく見ていきたいなと思います はい、えー、こちら見てもらってますが、昨日からの1日当社のドレンの5分チャートですけれども、昨日は東京税不在の中で、朝方150円の55という高値があったんですが、その後はですね戻りに押されて150円の24まで、えー、下押し、えー、そして欧州税入ってきましても、150円の43までの買い物にとどまりました、そしてアメリカの雇用統計前にですねポジション調整の売りが持ち込まれますと、アメリカの長期金利の低下とともに、徐々に下上値を切り下げていくという形となります。 雇用統計出る直前には150円の1号まで安値を更新するという形となりました。そしてアメリカの雇用統計が発表になりました、冒頭でもお話ししましたように、10月のアメリカの非農業分雇用者数、ノンファンペイロールですね、こちらが18万人の予想のところが15万人にとどまりました。そして失業率が3.8%の予想のところが3.9%、予想をです、ね、下回る弱い水準となりました。平均時給は前月比、ね、予想を下回ったんですが 前年比が予想を上回るなど、こちらはまちまちの展開、そしてこちら、非常に大きかったのが、8月、9月ですね、過去2か月分の下方修正が10万人以上というような形になりまして、この大幅な下方修正も受けまして、アメリカの長期金利が急激な低下に転じます。から一気にまで なななんとととベースというですね急激な低下となりましたドルの全面安という形となりますと、ドル円も下値を試す形、そしてその後出ました ISM、10月のアメリカの ISM 非製造業指数、こちらも53.0の予想のところが51.8だったんですね。やはりこれも戻り売りを後押しという形となりますと、149の21の安値まで売り込まれるという形となりました。 まあただその後は149の76まですぐさま買い戻しが入りましたけれども、引けにかけましてまた再び戻りりに押されるなど、非常に戻りの鈍い展開だったということがわかりますすそしてて今日の特ででが見てくださいこちらです。 今日は3連休、東京勢3連休ということもありまして、えー、週明け早朝のおせ市場で一時149.25という安値をつけたんですが、先週末の安値が149.21だったんですね、やはりここが意識されますと、次第に下値を切り上げるという形になっています。 やはり連休明けのですね。本邦実需の会、こちらが、特に中年かけて持ち込まれますと、下値を切り上げる展開。そして、何と言いましても、今日は日経平均が一時、八百十六円高と、えー、かなりのですね。急騰となっているんですけれども、この急激な上昇を受けまして、えー、ドル円も買い戻しの動きに強まったという形になっています。一時、百四十九の六七の高値まで値を上げるという形となりました。ただ、こちら、見てください。先週末のニューヨーク時間、安値の九円の二一からの戻り高値が。 9円の76だったですねこちらのが意識されまして戻りをで上回ってくることができないという形となっています。 お昼休みもほとんどですねランチタイムからも少し下押しをしたんですが、下押しも限定的に終わりまして、今、149の6丸バサミですね、もみ合いがついているという形となっています。そして今日のですね5分チャートの方から戻りのメドが今です、ね、はっきりしてますけれども、先週末のニューヨーク時間の安値からの戻り高値が9円の76ですね、とりあえずここを抜けれるかどうか、こういったところがですね目先では非常にポイントになってくるというところでしょう。 こちら東のチャートでも確認しましょうどれに関しましては冒頭でもお話ししましたように10月先週10月31日日銀の金融決定会合の後ですね一気に金利が急上昇する中で、えー、上値を試す展開となったんですけれども結局151円の7人で頭を抑えられましたね その後はアメリカの金利がまた経過し始めますと、やはりアメリカの指標が弱かったということもありまして、連日ですね、翌日からまた戻売りに押される展開、そして先週末は特に雇用統計を受けて、また ISM 非製造指数の予想を下回る弱い数字を受けまして、一旦下値を試すんですが、9円の2位までなんですね。 やはり31日の149の丸三ですとか、30日の安値の148円の八一といったあたり、こういったところが結局はサポートされてしまっているというところです。下サイドも非常にわかりやすいですね。先週末の安値の9円の二一や、31日の9円の丸3三0日の8円の八一。さらに言いますと、ヘッジワンド等が非常に重要視していますのが、50日で金銭。 こちらが、ね、148円の6級になっていますのでこういったところもサポートになってくるというところでしょう。 戻りとしましては、先ほどゴムチャートで確認しました、入浴時間、安値からの戻り高値、9円の76がとりあえず目処なんですが、その後はですね、入浴時間の高値の150円の23、さらに言えば一目の転換線ですね、こちら来ています。150円の27に本日、転換線来ているわけですので、ここを抜けれるかどうかがかなりですね、上サイドをまた試せるかどうかといった意味でも、非常に重要な戻りの目処ということになっています。抜けていた場合には、先週末高値の150円の55や、 11月の2日の高値150円の97、10月11月1日の高値151円の68と、10月31日の高値151円の72ですね、上サイドはかなりはっきりしたところがポイントになってくるというところでしょう。こちらあですね、ユーロドルの方も確認しましょう。 先週末はドルの全面安という形になったわけですのでユーロドルは非常にはっきりとですね買い戻しの動きとなりました。アメリカの長期金利の急激な低下を受けまして一時1.0747の高値まで。 10月24日のです、ね、直近の戻り高値が1.0694だったんですけども、ここを抜けまして1.07台まで,です、ね、一気に買い上げられるという形となりました。今日の東京市場は非常に狭いレンチの揉み合いとなっています。1.0722が安値、ね、高値が1.0738にとどまっています。こちらもししのチャートで確認しましょう 色どですけれども、こちら見てください。一気に雲の中に入ってきている感じですね。なんと言いましても、10月24日の1.0694というところを抜けてきたというところで、今度はここがサポートになってきていますねえ。今日もこの1.07台を維持できるかどうか、こちらがポイントになってきています。上サイドは昨日先週末の高値の1.0747もそうなんですが、こちら見てください。 9月の13日12日の高値ですね、1.0769というところ、ここもかなりポイントになってくるというところでしょう。そしてこちら、抜けてきた場合には非常に重要です、200日が1.0806、一目雲の上限が1.0814日していますので、0 8台相当重要なんです、ね、ポイントになってくるということが分かります。そして下サイドなんですが、抜けてきた10月24日の高値の0 6 9 4もそうなんですが、やはり何と言いましても一目の雲の加減でしょう。 ね。こちらが1.0659に今日は一致していますので、こういったところテクニカル的なポイントを非常に重要になってくるということがわかります。はい、えー、それでは今日予定されてますものは継続を行うと確認していきましょう。 はい、えー、こちら見て待ってますと、が今日予定されています。この後の主な経済指標になっています。5時,半が5時,5時35分がデギンドス ECB 副総裁の講演ですね。そして今日はサービス部門の PMI の改定値、欧州の数字が出てきます。5時50分がフランス、55分がドイツ、6時ちょうどがユーロ圏、いずれも10月のサービス部門 PMI の改定値、そして6時半が10月イギリスの建設業の PMI が予定されています。 9時45分には、ホルツマン・オーストリア・中銀総裁の講演。そして24時には、10月、カナダ・アイベイが出します、公媒協会の景気数。翌2時が、ピル A ・ MPC 委員の講演ですね。そして翌3時が、ナーゲル・ドイツ連携総裁の講演も予定されています。そして、欧州,欧州勢は昨日先週からですね、もうすでに冬時間に移行済みですけれども、米国は昨日の日曜日から、 時時時間にににいいい済済ととうここで、でで今日からですす、ね。ねアメリカの経済指標れれままま半半主なな出てましたけれども10時半になりますそして、株式市場やですね、カットオフタイム、オプションのカットオフタイムやロンドンフィクシングの時間、これもすべて1時間ずれることになりますね。そして大きいのは、ニューヨーク時間のクローズですけれども、朝方、あ日本時間の6時にクローズしていたニューヨーク市場が、夜のあ朝朝の7時ですね、7時にクローズすることになりますので、まあこういったところもですね、1時間すべてずれ込むんだ。 こういったところもです、ねえー、十分時間的なズレとして、えー、認識しておく必要があるというところでしょう。いずれにしましてもあです、ね日,経しえー、日経平均ですけれども本日816円高と急騰しました。やはり、えー、休み中のですね、えー 日経平均先物が大幅な上昇となっていまして、それを受け継ぐような形で今日もアジア時間高いままという形となっています。なんと言いましても、このところ若干、ですね海外勢9月の期末なんかを挟みましてですねポジション調整をしていた向きが多かったわけですけれども下期になりましてやはりですね一気にまた再び日経平均のポートフォリオを増やしつつあるとこんな状況じゃないかと思うんですね。 でやはり先週は FMC や日,経日銀の金融決定会合を確認するような形になりまして、アメリカの場合はです、ね、金利の据え置きを決定してはいるんですけれども、ベアス,ベアスティープニングというのはまだまだ続くような状況になっていると、一方で日,経に日本に関しましては日銀がです、ね、粘り強く金融緩和をまだ続けていく姿勢をまだ示しているというようなこともありまして、こういったことを確認した上で日経平均の買いがです、ね、かなりいが勢を中心に高まってきて いいるととこんなな状況じゃないかと思いますですからやはり海外勢の日経平均の買いがまたどこの程度まで続くのかどうかダウ平均との差がもう1300ポイント程度まで一時2000ポイントを超えるですね大幅な格差になってましたけれどもまたかなりですね縮まってきているということもあって、まあ、こちらのですね株の値動きにも注意が必要になってくるというところでしょう。アメリカ長金利はは今日は2ベースほどですね 午前中は上昇していましたけど、今は若干またね上げ幅を消すような動きになっています。今は4.5744%ですね、ほぼほぼ先週末と変わらないような状況になっていますけれども、やはりこういった金利動向にも敏感に、ですねやはりドル円、細かい値動きにも注意が必要になってくるというところでしょう。それでは今日の解説をいたします